こんにちは、ファブリカです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは刺繍やソーイングのコツをお伝えしています。今回は刺繍キットを使ってリネンのハンカチにパンジーとリボンの飾りの刺繍をしていきます。ではご覧ください。キットの内容を説明します。図案、色指定用紙など、リネン 100% のハンカチ、刺繍糸、DMC のものが必要分入っています。ご用意いただくもの、刺繍針、待ち針、手芸用複写紙、トレーサーまたはボールペン、刺繍枠、小さいものがおすすめです。ハサミ、霧吹き、アイロンです。今回使うこのハンカチは結構張りがあるので刺繍がとてもしやすいので、接着芯は裏側に貼らずに作りたいと思います。これリネンの特徴なんですが、こういう風に少しネップといって、糸がこうポコッとなっているところが何箇所かあるんですけれども、これは汚れとかゴミとかそういうものではないのでご安心ください。なるべくそういうものが少ない箇所、あとこの角が綺麗に縫えてるところをちょっとくるっと見て探して、そこに刺繍をします。私はここにしました。図案を載せます。図案のこの線をハンカチの角に合わせます。乗せたらちょっと指で触ってみて合ってるかなって確認をして、大丈夫だったら待ち針で固定します。図案が大きいので3箇所ぐらいしっかりと固定してください。チャコピーのインク面を下にしてハンカチと図案の間に挟みます。トレーサーで写します。トレーサーがない方はボールペンを使ってください。インクが染み出るのが心配な方はセロハンを乗せてください。ない方はキットが入っている袋などを利用してください。しっかりと写していきます。トレーサーの場合はどこまで写したかわからなくなることがあるので、その時は指で触ってみて紙がへこんでいるかどうかで確認してください。ちょっと早送りをします。図案よりもチャコピーが小さいので、こうやってずらしながら写しています。全部写せたら待ち針を外します。ちょっと画面上で見づらいのでチャコペンで書き足しました。刺繍枠をはめます。内側の枠をハンカチの下に置いて、刺繍をしたい部分を真ん中あたりに持ってきて外枠をはめ込みます。ネジをしっかりと締めて布がたるまないようにしてください。叩いてトントンと音がするのがちゃんと貼れた合図になります。手前の花びらから刺します。ひとまずこの真ん中のフレンチノットステッチ、丸い図案は無視して、花びらをこの形と捉えて刺していきます。で、同じ方向に平行に糸を並べる刺し方をしていきます。この横の花びらも同じように刺します。
糸は黄色の2本取りです。玉留めを作らないやり方をします。針に糸を通して隠れてしまう部分に返し縫いを2回します。並縫いをして一針返すという方法でもどちらでもいいですが、表のステッチに影響が出ないように小さめに刺してください。で、中心をまず1本、基準となるところを刺します。で、左右にそれぞれ糸を平行に並べながら隙間が開かないように気をつけながら刺していきます。サテンステッチはすくうように、刺してしまうとどうしても図案よりも小さくなってしまうっていうことがあるので、こういうふうに一針ずつできるだけ生地に垂直に針を入れたり出したりしながら刺していってください。で、半分刺し終わったら、と裏側、このまま次こっから刺すんですけれども、こういう風に糸が斜めになっちゃうと、これハンカチで裏側も見えるのでちょっと気になるので、こういう風に刺し終わったステッチの裏側を通します。で、針を移動させて残りの半分も刺していきます。はい、刺し終わったら今度ここに移動するので、また裏側を通って、ここから始めます。こういう花びらを刺すときは放射状にすることも多いんですが、今回はできるだけ初心者さんでも刺しやすいようにということで、こういうふうに平行に刺しています。と、糸が短くなったので一度糸始末をします。裏の糸に絡めますが、ただくぐらせるだけだと抜けてしまうので、こうやって糸の一本ずつ繊維を割るようにして針をくぐらせます。くぐらせるというより刺すって感じですね。で、あっちこっちに刺して、でもあんまり表に、表と裏の表に響かないようにして糸を切ります。で、裏糸に絡めて始める方法でもいいんですが、ハンカチなのでなるべく裏側をきれいにしたいので、またこの空いているところに返し縫いをしてスタートします。で、次の花びらに行くので、また裏糸の中を通って針を移動させます。で、この私今外から中心に向かって刺してますが、これは刺しやすい方法でいいです。
だんだんやっていると右から左に刺す方と左から右に刺す方どっちが自分に合ってるかっていうのが分かってくると思うので、好きな方法でやってみてください。はい、黄色い花びらが刺せました。で続いて上に生成りの糸2本取りで刺していきます。こっちもこういう風に少し中心に向かって、でも糸は平行に保ったまま刺していきます。で時々こういうふうにちょっと隙間が空いちゃう時があると思うんですけど、1回ぐらいだったらいちいちほどかなくても今みたいに上から刺し足せば大丈夫です。あまりやりすぎるとボコボコしちゃうんですが、時々だったら全然大丈夫なので気にせずにやってみてください。同じようにもう一枚の花びらも刺します。で、糸始末をします。で、この花びらの上から茶色い線を入れていきます。焦げ茶の糸2本取りです。裏側に糸を絡めて糸を固定して玉留めの代わりにしてスタートします。糸が抜けないことを確認したら余分な糸を切ります。でこの3本ずつ入れるんですが、真ん中の1本はまっすぐ入れるので、こういうふうに糸と糸の間を刺してしまうと埋まっちゃって見えなくなるので気をつけます。こういうふうにこういうとこに刺すとすっぽり入っちゃうので、糸を割って糸の上にぐさっと刺してこういう風に刺します。でこの隣の2本は糸の向きが違うのであまり気にせず刺しても埋まることなくこういう風にしっかりと見えてきます。次の花びらも同じように刺します。中心から出して糸を割って糸の上にちゃんと茶色い糸がしっかり見えるように刺します。裏に糸を絡めます。次に中心にフレンチノットステッチを1つ刺します。糸は黄色の4本取りです。フレンチノットの時は裏を玉留めにすることが多いんですけれども、ちょっとハンカチなので裏をできるだけ平らにしたいので糸を絡めます。
針を真ん中から出して、針を横に持って2回巻きつけます。で、出した穴の際に針を刺して、糸をキュッと引き締めて、引き締めながら向こう側に針を抜き切ります。で、糸始末をします。次にこっちのつぼみを刺します。ここも全部糸は平行に刺します。長さを変えることで形を作っていってください。次に葉っぱを刺していきます。ちょっとどういう風に刺そうかなって悩む形だと思うんですけども、こういう風にちょっと分割をして考えます。この上のところをちょっとだけ放射状にするんですが、こうやって1本刺して、こうやって、でちょっとコツがいるのでやりながら説明します。糸はモスグリーン2本取りです。ここも返し縫いをしてスタートします。まず区切ったところの半分ぐらいまで1本中心にステッチを入れます。これを基準として刺していきます。で、隣に同じ穴に向かって1本刺します。ここは今同じ穴です。で、ずっとここの穴を同じところに刺していくと、どんどん糸がいっぱいになっちゃうので、次はちょっと短く向かっていく先は同じ方向だけど少し短くします。で、次の糸はさっきの穴のちょっと先に刺します。で、次のはまたちょっと短く、で、次はさっき入れた穴のちょっと先っていう風に、必ず一個大きいというわけではないですが、その形とバランスを見ながら外側と内側の数を調節していってください。で、このあたりになったらもう平行に刺していけば大丈夫です。で、この反対側も同じように刺します。ちょっと見づらいかもしれないんですが、ちょっと短いの、次はこの中心のところ、
これで上の部分が差し上がりました。で次ここは花びらと同じようにこうやって平行に並べていきます。長さを変えることで形を作っていってください。角度は全部一緒です。でこの終わりの方だけこのままずっと平行に刺すと最後の一本が点みたいになってちょっと刺しにくいので少し角度を変えていってこの茎に向かって刺していきます。次はここに移動します。ちょっと裏側を通ります。でずっと平行に刺しますがやっぱりここも最後の方は少し角度を変えて茎に向かってちょっとアウトラインステッチっぽいような感じで糸をずらすようなイメージで刺していってください。次にここを刺します。面積が狭くて返し縫いをしづらいのでちょっと返し縫い以外の始め方をやってみます。図案から少し離れたところに針を入れて糸を少し余らせておきます。中心に1本刺して同じ穴から出してこのつぼみに向かって図案通りに刺していきます。とここはさっきの葉っぱと違ってちょっとあえてつぼみの額のぷっくりした感じを出したかったので同じ穴から出して厚みを持たせています。でこの糸のままこっちの次のアウトラインステッチの線のステッチをやっていきます。続けてやるのでこの最初の糸はそのままにしておきます。アウトラインステッチの説明をします。一針先に針を入れてで半目戻って針を出します。で糸を引いてで今出したところから一目先に針を入れます。こっから一目でそこから半目戻ったところに針を出します。一目先に針を入れて半目戻ったところに出します。これを繰り返していくのがアウトラインステッチです。糸が短くなったので糸始末をします。
裏側に絡めます。線のステッチなので細いんですが、しっかりと絡めてください。でさっき残しておいたこの糸を裏に引き出して針に通して同じように糸始末をします。次に新しい糸でこっちの茎を刺していきます。さっきと同じように少し糸を余らせておいて、で図案の端から出して1目先に針を入れて、慣れてきたら半目このようにすくうようにしてもいいです。こっちの方が早く進みます。1目先に針を出して半目戻るというところをこうやって半目すくう形で刺していきます。同じように糸始末をしてお肌が出来上がりました。で赤2本取りでこのリボンと周りの飾りを刺していきます。茎と同じアウトラインステッチです。図案の端から針を出して、で1目先に針を入れて半目すくって戻るという動作を繰り返していきます。こうやって刺繍枠をくるくる回しながら刺していってください。ここまで来たらこの結び目の真ん中のところにストレートステッチを3回刺します。ストレートステッチを2回以上刺すと、まあ、サテンステッチと呼ぶんですが、まあ、どちらでも大丈夫です。3回刺してください。で残りのこっちのリボンも同じように刺します。で刺繍枠をずらしながらこの周りを同じように刺していきます。この差し上がっているリボンに裏で絡めてからスタートしてもいいですが、余らせておいて同じようにやってもどちらでもいいです。でこのへこんでいる部分がちょっとコツがいるので説明します。ここまで刺し終えたら端っこまで、で次のこのここに行くときに同じ穴に入れちゃうと糸が戻って抜けてしまうので、ここはバックステッチを1本入れます。で今刺したステッチの中間から針を出して
こういう状態で、ここから普通にアウトラインステッチを刺していきます。これは、今へこんでいる角ですが、尖っている角も同じです。ここまで来たら一針バックステッチを入れて、その中心から針を出します。一周ぐるっとやったら糸始末をして刺繍部分の完成です。で、仕上げをしていきます。霧吹きをかけて図案を消します。で、リネンなどでだいぶシワができてしまったので、それも同時にアイロンで取ろうと思います。裏返して当て布をかけてアイロンをします。刺繍部分はあまり力を入れないでふんわりとかけてください。ついでに周りのシワも少し取っておきます。はい、出来上がりです。裏側も玉留めがないので出っ張ってなくて平らで使いやすいと思います。それでは以上です。お疲れ様でした。いつも最後までご覧いただきありがとうございます。他にもいろいろ動画がございますので、ぜひ見てください。